今、キャプテンの遠藤選手がリバプールではなかなかこう出場機会が得られない状態なんですが、監督もちょっと懸念されているところもあるのかなと思うんですけれども、まあ、9月の日本代表の2試合を踏まえたり、まあ、出場したカップ戦などを見て、今の遠藤選手の状態について監督はどのように見ておられるか教えていただけますでしょうか。そうですね、まずは一言で言うと心配はしていません。おっしゃられる通りに、試合数からすれば、まあ、彼が公式戦にこう出てないというところは、考えなければいけないと思いますが、日常から世界選抜のような、チームメートとしのぎを削りながら、高いインテンシティの中でトレーニングをしているということだけでも、試合に向けての、コンディションは整えてこれているというふうに思っております。その中で、もちろん試合に出れた方がいいですけど、彼の日常も、随時ピッチ上で見ているわけではないですが、メディカルスタッフ、チームスタッフとともに、でコーチングスタッフも含めて、遠藤とやり取りで、クラブとやり取りをしながら彼のコンディション、状態を、把握して、招集させていただいています。で明らかにコンディションが悪いときは、23人で27人の招集をさせていただいてますし、でそこでは変えていくっていうことはもちろん、まあ、そこはもう遠藤一人だけではなくて、全ての選手に言えることかなと思います。でただもう彼には、これまで素晴らしい経験をこうしてきたという、プレーの判断、という部分ではもういろんな引き出しがあると思いますし、で、まあ、その経験を、使ってもらいながら、引き出しとして使ってもらいながら、プレーしてもらえれば全く問題はないかなと思っています。現に、9月の、時も、公式戦からすれば、試合出て、ない状態でしたけど、日本も暑い、バーレンもっと暑い中でもコンディション的には全く問題なかったですし、試合感としても、試合ゲームをコントロールしながら適切な判断をして戦ってくれたので、心配はしていません。で今コーチとして、長谷部コーチが加わってくれていますが、長谷部コーチも現役時代、試合になかなか出られない中でも、代表として、戦ってきた経験がある中、彼も十分できるという太鼓判をしてますし、で、まあ、そういう経験も日本代表としての経験も私自身も見させてもらっている中、全く心配は、してないと、思っています。これまで攻撃的3バックを試されて、9月シリーズでは三笘選手と伊東選手の起用もありましたが、改めてこの2人を起用した手応えと山場となる今後の2戦で期待したいことを教えてください。そうですね、2人を起用してと、あとはどの選手を起用してても最終的には同じ結果になったかなとは思っていますが、準備の段階で選手を選び、でピッチ上に送り込んだ選手たち、が、最高なパフォーマンスを、してくれたと思っています。今寺田さんがおっしゃられた選手の、名前が出た選手たちも最高の、個々のパフォーマンスと、チームに貢献、してくれるパフォーマンスを発揮してくれたと、思っています。でアグレッシブに勝利をつかみ取りに行くという、攻撃的な、姿勢は、これまで通り持っていきたいですけど、チームのコンセプトとして彼ら攻撃に特徴がある選手が、いい守備からいい攻撃にということを、まず
相手に攻めさせない、失点しない、そこから攻撃を仕掛けてチャンスを作る攻撃をするというところを、献身的に、そして泥臭く、攻撃的な選手もやってくれたところは非常にチームの、いい結果につながったかなと思っています。2試合目のバーレーン戦で、言いますと、ウィングバックで起用した選手は、スタートの、三笘、堂安、途中出場で、中村敬斗、と伊東純也というところ、攻撃的に非常に特徴を持っている選手たちが本当に前半から、相手が狙いを持って攻撃を仕掛けてくる中、ここで守備で勝ちながら攻撃につなげていっているというところを攻撃的な選手が、率先して、激しく厳しく、ね、先ほども言った泥臭く献身的にチームのために戦ってくれたことは、非常に、チームの戦い方、を、具現化してくれたと思いますし、勝利という、結果に結びつく、チームのへの貢献をしてくれたと思っていますので、攻撃的にいくということを忘れず、もうこれまで、やってきた、いい守備からいい攻撃にというところ、そこは自分たちが、ただ、やりたいことだけではなくて相手がやりたいことも抑えながら勝っていくという、ところ、今回の10月シリーズからこの先はよりしたたかに勝っていくということも、チームとして、準備してやっていけるようにしたいなと思います。この10月からが本番という言葉を言ってましたが、サウジアラビア、特にアウェーのサウジアラビアというのは前回の最終戦でもそうですし、日本の歴史的にもなかなか勝てていない場所で、やることの、前回の反省だったり経験を生かしてどのように戦いたいかと、オーストラリアもそのアジアの中では強豪に入ってますし、この2つ山場本当になってくるのかなと思うんですが、改めてどのような試合をしていきたいか聞かせてください。そうですね、まずはもう、完全アウェーの中、全ての環境で、厳しい戦いを覚悟して、試合に挑まなければいけないと思っています。でスタジアムの雰囲気ももちろんですけど、まずは我々が、今持てるその時に、出せる最高の、パフォーマンスを、できるように準備しなければいけないと思います。前回のワールドカップ予選でもサウジアラビアと、私自身は対戦させていただいて、同じタイミングで、試合もしてますし、経験がある中、日本もだいぶまだまだ暑いですけどだいぶ涼しくなってきていることであったり、日本代表の選手の大半がヨーロッパでもうすでに涼しいというよりも寒くなっている状況の中で30度超えの気温の中で戦わなければいけない、2日ほどで暑熱対策をしなければいけないということは簡単にできることではないですし、むしろできない中でどうやって戦っていくかっていうところは非常にタフな試合になると思っています。一人一人の、そしてチームの最高の、フィットネスの状態を上げるということと、体力的にも非常に厳しい戦いになってくると思いますので、そこで、チームとしての戦い方の意思統一をどれだけイメージを持ってできるかということと、個々の役割をどう、しっかり整理した中で選手が持っている力、個々の力をチームとしてつなぎ合わせて厳しい試合を
勝ち取れるように準備しなければいけないかなと思います。一番大変なところは最後になりますけど暑さのとの戦い、はい、というところで、はい、パフォーマンスを発揮できるかどうかというのは、非常に鍵になるところだと思います。前回も選手たちが、サウジアラビアで非常にいい戦いをしてくれましたけど、やはりこう疲労が出てきた中で一つのミスで、決勝点を奪われたという経験もしてますので、チャレンジしつつも、ミスは致命的になるようなミスは、しないように起きないように、しっかりと戦術的にも準備をしなければいけないかなと思います。